季を感じ、四季を楽しむ町田薬師池公園四季彩の森。その玄関口である西園が今年6月に全面オープンしました。今回は新しくオープンした西園の見どころや四季彩の森の魅力についてご紹介していきたいと思います。さあ、町田薬師池公園四季彩の森西園にやってまいりました。本当に緑が豊かで素晴らしい場所なんですけれども、清水さん、こちらはどういった場所なんでしょうか。はい、町田薬師池公園四季彩の森 の全体の旬な情報をご案内したり、あとは、食事散策などを楽しめる、はい、来園者の方をお迎えする玄関口のような施設として整備をいたしました。ちなみにどういった楽しみ方があるんでしょうか。はい、直売所、それからカフェレストラン、ラボ体験工房、芝広場、また奥に行くとですね、はい、季節ごとの花畑が広がっておりますので、そういったところも楽しめるかと思います。わあ、見てください、天井が高くて開放感がありますね。そしてお野菜がずらーっと並んでます。直売所では新鮮な町田産農産物や町田市名産品を販売しています。市内の酒屋が選んだセレクトドリンクのほか、蔵元直送の手作りの陶器なども置いてあります。こちらはカフェレストランです。ここでは町田さんの食材を使ったお料理を楽しむことができるそうなんです。店内もおしゃれで、そして見てください、大きなガラス窓があってすごく気持ちがいいです。さあ、今回は町田さんの牛乳を使った薬師ソフトが特におすすめということで、特別にご用意いただきました。いただきます。わあ、かわいいですね、見た目も。うん、さっぱりとした牛乳ソフトと、そして酸味のある、これブルーベリーでしょうかね、すごくマッチしますね。わあ、爽やかで美味しいです。夏にぴったりです。カフェレストランでは町田さん野菜を使ったメニューを提供しています。テイクアウトメニューもあるので、購入した商品を芝生広場などで食べることもできます。こちらがラボ体験工房ですね。はい、そうです。入ってきた瞬間に木のいい香りがして、すごく素敵な空間ですね。ありがとうございます。こちらはどういった場所になるんでしょうか。はい、予約をしていただくと、はい、一般の方が貸しスペースとして、こう様々なイベントですとか、はい、具体的にはヨガ教室ですとか、あとは小さなお子さんを対象とした紙おもちゃの工作なんかも今後予定しております。じゃあ、お子さんから大人までいろんな方が楽しめる場所っていうのがこちらなんですね。はい、天気がいい日には自然を感じながらお散歩をしたり、こうやってデイグランピングなんていうのもいいですよね。展望広場では手ぶらでバーベキューが楽しめるデイグランピングができます。他にもビアガーデンや野外ライブなど、さまざまなイベントを計画中です。町田薬師池公園四季彩の森には西園の他にもまだまだ見どころがたくさんありますよ。東京都指定名勝にも選ばれ、梅、桜、花菖蒲、蓮、紅葉など四季折々の色を体験することができる薬師池。およそ200匹の可愛い台湾リスを間近で見ることができるリス園。およそ500品種、4000株のさまざまなダリアが咲き誇るダリア園など、魅力あふれるスポットが盛りだくさんです。皆さんも薬師池公園四季彩の森に癒されに来ませんか？